アメリカの TOEFL大学に行くのは何点必要なのかという企画でございます。なるほど。実際 TOEFL 受けていっても何点取ったらあの大学に行けるのかって、ね、知りたい人多いんじゃないかなと思うんで、今回はそれについてスタッフがまとめてくれたので、なるほど。それを見ながらコメントしていきたいなと思います。うん、まずは一つのね、大きなラインの60点以上で行けるところですね、はい。そこないとまず無理だと思いますけどね、留学なんて。まあ最低ラインというふうになってる大学がかなり多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、ただあくまで調べて出てきたものだけですので、で、あとは学部とかによっても違うと思うので、コーネルとかプリンストン載ってますけど、おそらくもっと上のところが多いかなと思います。で、なんとかステイトっていうのは確かに普通よりちょっと低く出るんで、ワシントンステイトとかアリゾナステイトとか載ってますけど、いわゆる州立大学、そうですね、なんとかステイトっていうと、でたくさんあると思います。そうですね、めちゃめちゃたくさんありますよと、はい、いう風になってますと。で、80点以上からまあ90点ぐらい。そうですね。やっぱこの辺が理想ですね。できれば90以上持っててほしいっていうのが僕の願いというかなんですけど、相当大変ですけどね。はい。この点数になってくると皆さんも聞いたことあるんじゃないかなっていうところがだいぶ出てきますね。そうですね。MIT、バークレイ、University of California、サンディエゴ、UCSD ですね。これも有名ですよね。有名な。次にカルテックが出てますから。カルテックって略されるんだ。そうです。カルテックって略されますね。理系の東のトップが MIT、西のトップがカルテックですので。おー。ドラマビッグバン・セオリーはここが舞台ですから、ね。おー、そうなんですね。カルテックの人たちの話ですね。あ、ボストン・ユニバーシティもありますし。イリノイ。はいはい。カネギ・メロンも、はい、そうですね。ユニバーシティですし。ユニバーシティ・オブ・テキサス・オースティンとか、ミシガン。はい。まあ、有名なところがいっぱいありますね。で、まあ、大学院なんかもね、載ってますね。あ、UCLA なんかも載ってますね。あ、コーネル・ユニバーシティ。カネギメロン、シカゴもすごい有名ですね。うん、まあ大学院になってくると100点ぐらい欲しいなっていうところが多くなってくるイメージはありますけどね。そうですね。次が100点以上。まあこれも学部によると思うんですけど、90代でいけるところもおそらくあると思いますが、うん、ブラウン、僕の指導教官が言ってた大学ですね。おお。まあ超有名ですよ。やっぱプリンストンとか、うん、イェールとかコロンビアですね。コーネルとか、ダークマスとか、いわゆる東のやつがこう、IBリーグと言われるのが並んでて、で、西のトップがスタンフォードです。うん。ハーバードもありますね。University of Southern California ですね。はい。USC。ここもすごい有名なところですし。で、あとは UCLA が載ってますね。まあ、これも学部によってもっと低いのでもあるはずなんですが。で、まあ、大学院も。そうですね。大学院も MIT とか、スタンフォード、イェールとか、すごい。コロンビア、ブラウンとか、ハーバード。そうですね、もう有名なとこが並んでますね、うん。まあ、ただ本当にこの辺は、まあ、トップオブザトップみたいな感じになってくるんで、まあ、105とか110とかあるとよりいいんじゃないかなっていう気がしますね。ただやっぱ大学院の場合は何かができる前提ですからね、うん、英語だけじゃダメですから、で、まあ、推薦状とかもらってっていう感じだと思いますので、うん、そこを忘れないでください。学部に関してはね、このTOEFLの点で1年生から入るっていうやり方もありますけど、まあ、コミュニティカレッジとかに入って、そこからトランスファーするっていうて、 UC なんかそれやりやすいですからね。 University of California、ね、なるほど。だから UCLA だったりバークレーだったりサンディエゴとかですね、それぞれの UC に行く場合っていうのは、あ、カリフォルニアっていうのはそれ推奨してるんで、 UC に入るのは残念ながらお金の力でね、そんなに学力もないんだけどそれを使って UC を卒業してるっていう人たちはもう周りいっぱいいましたので、あ、そうなんですね。そういった道もありますので、お金に余裕があればですけど、おすすめです。ちなみに IB リーグって言葉出てきましたけど、はい、IB リーグっていうのは何なんですか？ IB リーグっていうのは東海岸にあるトップ校の総称ですね。別に頭文字を取ったわけではないので、なんで IB リーグと呼ばれているのかは分からないっていうやつなんですが、まあ今そこに出てたんだったらブラウン、コロンビア、コーネル、ダートマス出てましたね、ハーバード出てましたね、プリンストン、イェールも出てました、ペンシルベニアも絶対高い点が必要です。なるほど。そういうのがあるんですね。ということで、はい、まあ、今回はアメリカのね、大学&大学院に進学するには、TOEFL で何点取ったらいけるのかっていうのね、まあ、一つの目安としてお話ししてきました。まあ、ただ具体的にはね、学部ごとに異なったりとかもしますし、うん、実際、オーバーオールのスコアだけじゃなくて、ライティングで何点必要だよ、スピーキング何点必要だよっていうのも、大学ごとに異なってくるので、まあ、あくまで参考程度にして、本当に進学、はい、したいなっていうのを考えている方は絶対調べた方がいいですね。あと武田塾イングリッシュでも TOEFL の対策コースがありますので、無料カウンセリングもやっているので、よかったら概要欄に貼ってあるリンクからお問い合わせください。このチャンネルでは英語学習に役立つ情報を日々更新しています。 TOEIC、英検、英語の学び直しに役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。僕たちに質問がある方はぜひぜひコメント欄に書いてください。 Leave comments below。